こんにちは、歴史と陰謀チャンネルです。今回も相変わらず治安の悪い話をしていこうと思います。今回は日ユ道祖論の罠というテーマでお話を進めてまいります。日ユ道祖論は古くからある議論でありまして、簡単に言えば2700年前に離散した古代イスラエル人12氏族のうちの失われた10氏族、その一部が日本に移住したという説であります。この離散した10氏族の末裔を調査するユダヤ機関がアミシャーフです。10氏族の末裔と認められた人々のイスラエル帰還運動を推進しています。数千年来の悲願を現在進行形で担っているのです。さて、日ユ道祖論の罠、これは日ユ道祖論を全否定するものではなく、せっかく幾ばくかの信憑性のある説なのに面白おかしくエンタメ化し、誤った俗説が広がっていることを危惧するものであります。誤った俗説の最たるものが君が代ヘブライ語説ですね。この動画では君が代ヘブライ語説のような奇説を否定するとともに、日本に古代イスラエル人が渡来した可能性を考えてまいります。他にもいろいろなテーマを扱っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録をお願いいたします。まずは君が代ヘブライ語説なる悪ふざけを明確に否定させていただこうと思います。この YouTube でも結構な人気チャンネルさんが君が代はヘブライ語などと発信し、コメント欄を見る限りこれを鵜呑みにしている人が続出しているのです。しかしながらこれは完全に空耳の類であります。一応一瞬だけ君が代ヘブライ語説を載せますと、こんな感じです。こんなものがさも隠された真実のように発信されているのです。面白い空耳であることは確かですが、これは明確に誤りです。以下で理由を述べてまいります。はい、残念ながらこの説、冒頭から致命的な破綻が見て取れます。少し歴史に詳しい人ならばすぐに気づけるかもしれません。君が代の詩というのは古今和歌集に収録された詠み人知らずの和歌が元になっており、当初は君が代はではなく我が君はで始まっています。冒頭が君が代はになったのは、この和歌が国家に宛てられた明治時代のことですから、くむが代はという空耳は成立し得ないのです。それに古今和歌集は割と最近、西暦で900年代くらいの歌集です。約1000年前までヘブライ語が一部とはいえ残っていたとするならば、他にもたくさんヘブライ文字の遺物があるはずです。ところが日本の資料や出土品でヘブライ文字が書かれたものは一つたりともないわけであります。一つたりともないのです。ついでながらご紹介すると、最近撤去された伊勢神宮の石灯籠にダビデの星が描かれているという点について、これが日ユ道祖論の根拠とされたりしますが、これも全然ダメなんですね。なぜならダビデの星がユダヤのシンボルになったのはごく最近、17世紀のことなのです。当然失われた10氏族が日本にたどり着いたとされるのはさらにずっと昔のお話です。それにダビデの星が刻まれた石灯籠自体が戦後に作られたものであるということは少し調べればすぐにわかります。とここまでは日ユ道祖論に関する俗説の脆弱性を指摘させていただきました。しかし私はこの説のすべてを否定するものではありません。日本書紀によれば、応神天皇の御代、謎の渡来人旗氏が朝鮮半島を通って1万人単位で日本に渡来しました。ちなみに神奈川県に秦野という地名がありますが、この地は旗氏が開拓したとも言われております。当時の総人口が数十万人から数百万人でしょうから、
決して小さくない割合です。先進的な文化レベルを持った古代イスラエル人が帰化したとすれば、文化や信仰に影響を与えている可能性は十分に考えられます。もしそうであるならば、逆算するとこんなことにもなります。ハタウジを統率したユズキの君は真の始皇帝の子孫ですから、始皇帝もユダヤ人であった可能性が出てきますね。つまり漫画キングダムで描かれる真は失われた十氏族のユダヤ人たちが建国したと。こうなるともはや日ユというレベルではないですよね。そも失われた十氏族は離散したのですから、末裔はいろいろなところに存在するわけです。エチオピア、アフガニスタン、中国などにも十二氏族の末裔と認められる人々がおり、すでに帰還を果たした人々もいます。何も日本が特別という話ではないのです。個人的には日ユ同祖論などという大げさな呼称のせいで損をしているというか、眉に唾をつける人が多いとも考えています。そこで新たに古代イスラエル人渡来説という呼称を提案いたします。日本に渡来した多くの人々の一部に、あるいは古代イスラエル人がいたのかもしれません。もしもあなたのもとに突然アミシャーフの高名なラビが訪ねてきて、あなたはイスラエル十二氏族のガド族の末裔です、準備ができ次第イスラエルへ帰還してくださいと言われたらどうしますか？ここで今日のアンケートです。本当に様々な主張が錯綜する日ユ同祖論、この説に対するあなたの意見を教えてください。古代における日本とユダヤにつながりはあったのか、あったとしたらどの程度あったのか、些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にコメント欄に書いてみてください。このチャンネルではユダヤの話を結構しているので、日ユ同祖論のチャンネルという勘違いを稀にされるのですが、そんな話は一度もしたことはありません。私の立場はこの動画の通りで、古代イスラエル人渡来説ならあり得ると思っています。エンタメ化したおかしな俗説にはご退場願いたいというところでございます。ということで、今後も歴史や時事ネタに隠された陰謀や宗教、オカルト、神秘主義など怪しげな情報発信をしていこうと思います。少しでもいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録などしていただけると助かります。本日はここまでです。またお会いしましょう。おっと、誰か来たようですね。